自分のシュートもちょっと嫌われている場面が多く、でもみんながつないでくれたので自分は後半気持ちよくシュートが来て、まあ、こういう結果になったのかなって思います。Oh!
昨日その菅生戦で、まあ、ベンチもコートも含めて自分たちがいつも大事にしている楽しむだったりとか明るく一体感を持ってやるっていうのをキーワードにやってるんですけど、それがなかなかうまくできなくて終始相手のペースでやられて負けてしまったんですけど、今日は切り替えてでキャプテンの僕とゲームキャプテンの新井を中心に楽しんで一体感を持ってチームでやろうっていうのを試合前に再確認して、それが今日よく出てディフェンスもよく守れていたので、そういう自分たちの良さを出せたいいゲームだったと思います。昨日負けた時点ですごいちょっと焦りがあったので、今はとにかくホッとして自分たちの全国での目標を達成するためにこれから練習頑張っていこうと思っています。今日の試合は前半の入りがすごい悪くて自分のシュートもちょっと切られている場面が多く、でもみんなが繋いでくれたので自分は後半気持ちよくシュートが来て点数も稼ぐことができたので、まあ、こういう結果になったのかなって思います。11番のスリーが今日当たってたので、アウトサイドのよく入るチームですし留学生がいるのでちょっと守りにくかったチームですね。菅生戦では、まあ、勝つことはできず2勝1敗で1位なんですけど、この決勝リーグで課題が多く見えたので、その課題をインターまでに修正して楽しんで臨みたいと思います。最初ですね、こう全くシュートが入らなかったのでどうしようかなというようなところがありましたけれども、一応シュートが入るようになるまでディフェンスとリバウンドは頑張り続けようと、うちの波来るまでという形で、そしたら選手がディフェンスとリバウンド頑張ってくれて、でうちの波に少し徐々に持ってきたかなというところですね。で後半うちの新井というエースの選手がですね、期待通りの活躍をしてくれたので、あと留学生に対しても一生懸命、ハードに守って、オフェンスリバウンドも取らせないようにしたというのがやはり勝利の大きな要因かなというふうには思っています。今まで実践学園は全国の最高成績がベスト8なので、今回はそのベスト4以上を目指して頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。